どうも、大悟です。というわけで今回は、眠れないなら枕の元にあれを置けば眠れるようになるよって話をしたいと思います。ちょっと今噛みましたけど、はい。まあ、不眠症とか、まあ、そこまでのレベルに行かなかったとしても、なかなか寝つけないとか、途中で起きちゃうって人が、いわゆるこう変な薬とかね、そういったもの、睡眠薬とか、睡眠導入剤とか、そういうものを使わないでも、不眠の改善を、まあ、したいって方結構いますよね。やっぱり、そのね、変な薬とか使うと、まあまあ体にも良くないでしょうし、実はあんまりよく眠れなかったりするので、一旦は眠れますけど、で、そういう人はどうすればいいのかって話を今日は解説したいと思います。前からね、これ僕、Dラボとかでは結構喋っていたんですが、結構こう、過去のデータとか見ると、アロマオイルを使うことによって、アロマテラピーで不眠が改善するんじゃないのっていう説が結構出てるんですよ。で、僕前なんかラベンダーね、オイルとか、ヒノキオイルとか僕は使ってますよ、いいですよ、みたいな話をしたんですが、今回はですね、じゃあそんな、枕元に、じゃあどういう風にアロマを置けばいいのか、アロマオイルでさらにどんな種類のアロマオイルが、不眠にね、効くのかということを調べたっていう、ちょっとそんな研究をご紹介したいと思います。はい。で、実はですね、これアロマテラピー自体が不眠にどれぐらい効くかってことを、こういう全体的にいろんなアロマテラピーがあると思うんですけど、チェックした研究ってあんまりなかったんです、今まで。具体的な効果って、今まで分かってなかったんですが、今回はですね、メタ分析って言って、まあ、割とこう、なんか研究の方法の中では信憑性の高い方法を使って本当にアロマで寝れるようになるのかってことを調べた研究がありますので、今日はこれをご紹介します。この研究ではですね、アロマと睡眠の質の関係を調べた16種類の、RCT、およびですね19種類の比較試験ですね、まあ、いわゆるこう割とちゃんとやった研究です。で、これを、まとめて、いわゆるこう、研究をまとめて結論を出すみたいな、これがメタ分析なんですが、これを行いました。不眠症に悩む1346人を対象にしまして、まあ、いわゆるこう、定番の、睡眠のテストとか、を使って、どれぐらい睡眠の質が上がるのか、下がるのかってことを調べたんですね。したら結果何が分かったかっていうと、個人差はもちろん結構ある。大きいんだけれども、ラベンダーのアロマ、またはローズのアロマを、吸引する。まあ、いわゆるこう、まあ、アロマディフューザー使ったりとか、するとか、っていうことをして、こう、香りをね、こう、取り込みながら寝るということをすると、眠れるようになるんじゃないのって結果が出ております。はい。一応ですね、ざっくりとした結論としては、アロマオイルは睡眠の質を確かに改善したそうです。改善したんだけれども、結構ね、個人差が大きかったんですよ。まあ、効く人もいれば効かん人もいると。まあ、これは当然ですよね。はい。だから試してみる価値あるよね、と。副作用もないから。はい。で、アロマオイルごとの違いをチェックすると、睡眠の質の改善が大きく見られたのは特にラベンダーとローズバラですね、の、オイルには睡眠の改善がよく見られたんですね。で、これ意外だったんですけど、この研究だと実はローズオイルの方が大きい効果を示したんですよ。そう。だから、まあ、最も大きい効果っていうのはローズのオイルですよってことなんですよね。はい。実際にアロマの使い方をチェックしてみると、やっぱりこう、吸入アロマディフューザーとかを、マクロントにおいて、こう、香りがわーってこうなって、それを吸いながら寝るみたいな、そういう吸入が睡眠改善に効果的で、逆によくほら、アロママッサージみたいなやつ、マッサージありますけど、あれは睡眠には効果がなかったそうなんですね。はい。で、アロマのを使った期間っていうのは、2週間未満、2週間から4週間の間、4週間以上、いろんなこう、期間に分けて使ったんですが、まあ、どの期間でも、まあ、効果があったんで、割と速攻性も高そうだなってことが分かるわけなんですね。はい。まあもちろん個人差はあるんですけれども、試してみる価値は副作用もないですからありますよって話ですね。で、僕にとって意外だったのは、僕はストレス発散とかを目的にしてるんで、あと肉体を休めるとか、結構ヒノキオイルを使ってたんですけども、まあ、ヒノキよりも睡眠の質としてはラベンダー、そしてラベンダーよりもローズの方が効くっていうのが意外でしたね。で、概要欄の方、あとコメント欄の方に、一応おすすめの、ラベンダーとローズと、あとヒノキのオイル、入れときますんで、よかったらチェックしてみてください。で、さらに今日はですね、まあ、こういう風な睡眠の質を上げるための方法、ご紹介したんですが、実はね、眠るときばっか考える人いるんですけど、大事なのって起き方なんですよ。どういう風に起きるかによって一日の行動が変わって、例えば一日がアクティブに動けましたと。で、アクティブに動けると勝手に眠くなるので、どちらかっていうと寝るタイミングよりも起きるタイミングを重視した方がいいんじゃないのっていうのが結構いろんな研究で言われてます。で、今日はですね、そんな、すっきり起きるためのメンタルの作り方、最高の朝を迎えることによって夜もちゃんと寝れるようになるってちょっと逆説的な感じがするんですが、この方法を解説した動画が、概要欄、そしてコメント欄の方に入ってます。今日のですね、無料の動画はスッキリ起きれるメンタルの作り方、最高の起床法ということで、今ならこの動画無料で見れますので、ぜひ概要欄またはコメント欄の方からチェックしてみてください。そしてですね、僕のオーディオブックがどれでも一冊無料で聴けるキャンペーンは Amazon でやってます。概要欄の方にリンクありますんで、よかったらチェックしてみてください。というわけでですね、今日の放送は以上になります。はい。続きの動画ぜひ概要欄またはコメント欄の方からチェックしてみてください。それではまた次回お会いしましょう。バイバーイ。